言って、翔平、僕の借金を肩代わりしたことにしてくれないか。水原容疑者にとって最後の望みが絶たれたのはソウルでの夜だったようだ。ドジャースが3月21日に開幕第2戦タイパドレスを戦った直後、同容疑者はドジャースのクラブハウスで、自分はギャンブル依存症だ、多額の借金を大谷翔平に肩代わりしてもらったと説明。だがその深夜にホテルで大谷から問い詰められ、スーパースターの銀行口座から巨額の金を盗んだと白状したという。同容疑者はクラブハウスで話したように、翔平が僕の借金を肩代わりしたことにしてくれないかと頼み込んだという。だが大谷はこれを拒否し、即バレロ代理人に連絡を取ったという。この瞬間、足かせをはめられて法廷に引きずり出されることは確定していたことになる。言って、僕たちは家族じゃないのか大谷、甘えすぎとかいうレベルじゃなくて草。これ結局誰が一番悪いの？ここまでクズ野郎だと長生きしそうだな。これにはピート、ローズもだんまり。これで大谷とドジャースに謝罪したいとかコメントしてるのサイコパスやわ。ただのビジネスパートナーなだけの関係やからな。これでええでっていうやつおらんやろ。ここで大谷が少しでも情けをかけてたら、球団ぐるみで嘘を嘘に重ねる破滅への道になってたかもしれんから、地味に神判断だわ。最初から全部嘘だったのかよ。大谷が疑われたのもこいつのせいやん。最後まで迷惑なやつやな。これで罪を軽くするとかありえないよな。30年刑務所に入るんかね。とんでもない悪党やな。大谷が疑われたし、この人 WBC の時もなんか叩かれてなかった？ご視聴ありがとうございました。